はい、今回の動画は Windows11 でパスワードの入力をせずにパソコンを起動させる方法をご紹介します。で現在の Windows11 ではパソコンを起動する時にセキュリティの関係で必ずねパスワードの入力が求められます。 ただ自宅でですねもう完全に自分しか使わないようなパソコンの場合パソコンを起動するたびにですね毎回毎回パスワードを入力するのがちょっと面倒だといった場合は設定を変えることによってこのパスワードを入力をしないでですねパソコンを起動させることもできます。それでは早速その設定方法ですけどもまずはですね Windows キーを押したままアルファベットの R を押してもらってこのファイル名を指定して実行の画面を開きます。 で次にこの名前のところにですねこちらを入力をしてくださいでこの名前に関してはこの動画の下の概要欄のところにも入れておきますので、まあ、実際に自分でもやってみたいといった場合はねそちらをコピーして使ってくださいで名前を、ね、入力をしたら OK ボタンをクリックをしてください はい、そうするとこのユーザーアカウントという、ね、ウィンドウが開きますのでこのユーザータブが、ね、選択されているのを確認をしてもらってこのコンピューターのユーザーというところの,、ね、このユーザー名のところにですね、ご自身のユーザー名が表示されていると思いますのでそのユーザー名のところを選択をしてもらってでこの上のですね、ユーザーがこのコンピューターを使うにはユーザー名とパスワードの入力が必要というところここが、ね、標準の状態だとチェックマークがついてますのでパスワードを省きたいといった場合はこのチェックマークを取ってもらってこれで OK ボタンをクリックします。 はい、そうするとこの「自動サインイン」というウィンドウが開きますのでこのパスワードのところですねこの現在使っているパスワードをですね、まあ、上と下に入力をしてもらって「OK」ボタンをクリックをすることによって次回以降パソコンが起動した時にパスワードの入力が求められなくなります。 はい、といったことで今回の動画では Windows11 でパスワードを入力をしないでパソコンを起動させる方法をご紹介しましたけどももう完全に自分しか使わないパソコンで毎回毎回ですねパソコンの起動のたびにパスワードを入力をするのが面倒だなというふうに感じている場合はですねこの設定をしてもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました